菊池直也は北海道釧路市出身のアイスホッケー選手。ポジションはゴールキーパー。1998年から2011年の間日本のトップリーグでプレー元日本代表、愛国小学校でアイスホッケーを始めた。釧路慶運中、釧路緑ヶ丘高等学校の時にはアイスホッケー U20 世界選手権代表に選ばれた。また2年時には、 インターハイにも出場している。法政大学へ進学。大学ナ、no. ンバーワン GK との評価を得て、1998年、日本リーグ所属の西武鉄道に入社。当初の3シーズンは、長野オリンピックの日本代表 GK、芋聖、ダスティの壁に阻まれわずか9分47秒の出場にとどまる。しかし、芋聖の怪我でチャンスをつかみ、2001から2002、 シーズンではレギュラーに定着、日本リーグプレイオフ決勝進出に貢献し、初の日本代表にも選出され2002年、アイスホッケー世界選手権では、チェコ代表に3のの接戦、ヤロミール・ヤーガーとのノーマーク勝負でもシャットアウトした。西武鉄道と国土のチーム合併に伴い茂生が、王子製紙に移籍してからは、国土、西武プリンス・ラビッツを通じて、レギュラーを守り続け、 アジアリーグでの2度の優勝に貢献した。2009年3月の西部プリンスラビッツハイ部に伴い日光アイスバックスに移籍する。2009から2010シーズンはレギュラーとして活躍したが、2010から2011シーズンは日本初の NHL プレイヤー、福藤豊かの加入もあり、アジアリーグでは7試合の出場にとどまった。2011年2月19日、 現役引退を発表。引退後は西武鉄道の車両に復帰する予定。ありがとうございます。